弾丸論破アニメには、前園死亡に対する反応集を紹介していきます。それではご覧ください。前園さんに一目惚れしたわい。メインキャラっぽいし結構長くあがめれる。と思ったら、庭で推しが死亡し驚きが隠せない。キリギリさんとのダブルヒロインという構図に、気づけないとマジで脳が理解を拒む30分方針。死体発見時の BGM がなんかリアルすぎて怖い。わかる、今さら。苗木の驚き方好き。メインヒロインかと思ってたら、速攻で退場したという。仮にも、本来のメインヒロインはキリギリさんなのかもしれない。じゃなくていい。ヒロインは朝比奈やで。絶対桜ちゃんがメインヒロインだわー、ぼう。深川さんと桜ちゃんじゃないのかな？わかりみ深いよ。体験版とかいう超高校級のフェイント。え、大神さんがヒロインなんだぞ、洗脳済み。え？洗脳？何言ってんだよ、洗脳も何もそれしかなくね？いや、もともと洗脳しなくても、桜ちゃんがヒロインだから、洗脳してもっと好きになるんだよ。ヒロインだけだったらあかんでしょ、好きになる洗脳だよ。まあもともと好きだが、もっと好きになる洗脳だよ。一応思うのは前園やな。実際キリギリさんやけど。草生えたわ。必殺ヒロイン殺しですね。前園さんは裏切り枠。実際生きてたら苗木に罪をかぶせようとしてたし。一番ヒロイン力というか、人間としてできてたのはワンチャン大神。この人だけは死なないと思った。死なないと思ったキャラクターは死んで、すぐに死ぬと思ったキャラクターは終盤で死ぬ。それが弾丸論破。弾丸論破という作品はこういう感じでいくで、っていうのを説明するためには、これ以上ない、最初の被害者、だったと思うわ。好感持ってようが、いい人だろうが、他人を騙すし、死ぬ時は死ぬ、っていうのを最初に持ってきたのマジで秀逸。やっぱ尾形さんの出す悲鳴は良い。苗木の悲鳴に思わず笑っちゃった。正直死体より苗木の悲鳴の方が怖い。悲鳴というか発狂してるようにしか聞こえん。死体はもう弾丸論破で見慣れてるから怖くないけど、ぶっちゃけ苗木の絶叫と顔が恐ろしい。喉がいかれて自殺しそう。死体が見つかった時に流れる曲、なんか好き。不謹慎で草も生えん。叫びが無難すぎて逆に面白い。苗木がひっそりと極めつづめたムンクの叫びが今ここに。っていうナレーションが勝手に脳内で流れる俺。前園さん、最後まで生き残ると思ったら最初にやられてた。声優豪華すぎて草。つい何度も聞いちゃうのはなんでだろう。やっぱ声優さんかな。これ小学生の時に、親戚からゲームもらって、なんとなくやってみて、この子可愛いなぁ、ヒロイン、的な子かなぁ、って思ってたら、怖い感じの BGM と共に死体で発見されたから、血がピンクにされてるとはいえ、あれはトラウマになったわ。いやまあそっからハマって、なんとかクリアできたんだけど。めっちゃシンジ君を連想するんだけど、やっぱ声優ってすごいよね。これは、最高ですし、好きです。叫びに定評のある尾形姉貴、マジ兄貴。前園さんはやっぱ最高。初っ端から死にそうだなぁ、って思ってたらマジで死んで笑ってた記憶。苗木の悲鳴がほぼ真摯。尾形恵美の叫び声本当に良すぎます。論破無印で一番前園さん好きだったんだけどなぁ。チャプター1やった時、びっくりしすぎて立ち上がっちゃった。死体発見の BGM 好き。苗木の悲鳴にびっくり。苗木くん声枯れるよ。血がピンクすぎて逆に怖い。原作のゲームで、血が赤だと年齢制限かかるから、ピンクにしたらしい。芸術的に考えれば、赤よりもピンクだと思う。ピンクが嫌いになるアニメ。不謹慎とか色々批判くらいそうだけど、私はポップで可愛いと思う。なのにエロ要素はまあまあ入れるという。規制が作品に個性を与える稀な例。逆に僕毎回イラストで血を描くとき、あ、ピンクにしよう。ってなる。とにかく、死体というより、発見した時の音が本当に怖い。今言うのもなんだが、シンジ君だと思う。まあ、シンジ君と同じ声優だし。机に頬杖ついて座る桑田君可愛いね。そりゃ、死体見たら、あんな叫び声になるわな。声優さん豪華だな。声優がパーフェクト。アニメから入ったんだけど、前園さんが死んだって分かった時は、見るのやめようかと思ってしまった。おそらく前園さんは、苗木にとって絶望生活での癒しだったんだと思う。だからこその、苗木のあの絶叫なんだろうな。それにしても、尾形さんの演技力に脱帽です。あともう少し、前園さんとの絡みを見たかったです。俺11、12歳ぐらいの時、ソファーで寝てたことがあって、起きた時にテレビつけてあって、偶然このシーン流れてて、トラウマになったことある。弾丸論破大好き。弾丸論破の曲好き。前園ちゃんとキリギリさん推しにしたら、一人が即退場はきついです。ゲームの方から来たんだけど、
なんとも言えないんだよな、これが。エスパー。ねえ、死体発見の BGM とカメラアングル好きやわ。ナエギくんの叫び声の耐久動画ないかな。作ってほしいな。弾丸論破のキャラクターは、最高ですし、好きです。模擬刀の先制攻撃だべ。小さい頃、夜更かししてて、そしたらこのアニメが出てきて、なんで血がピンクなの？ってママに聞いた覚えが、とあるテーマパークでの謎解きゲームに参加した時のことです。指示通りに、関係者以外立ち入り禁止の部屋に恐る恐る入ったら、頭を鈍器で殴られた死体、マネキンがあり、一瞬本気で死体かと思ったので、驚きのあまり声が出なかったのを思い出しました。その時、脳内にはこの曲が流れました。おまけに弾丸論破ほどではありませんが、血がピンクっぽい色だったので、余計びっくりしました。血を赤くすると規制間違いなくかかるぞ。ゲームやってて思ったけど、ここの部屋、模造刀で切りつけられすぎ。隣の部屋のやつも気づきそうだよな。部屋は完全防音だからそれはないよ。純子ちゃんかわいい。これから活躍するのかとワクワクしてたのに、一番最初に退場するとは思わなかったよね。ナエギくんの悲鳴にびっくりした。ダメだ、シンジくんにしか聞こえない。確かに。それにしか聞こえないのって不思議だな。確か声優さん同じだっけ？違う。ナエギくん、前園さんよりも小さいから可愛い。か、背筋凍る。主人公の悲鳴が一番怖いよ。ナエギのこと？計画殺人を企てたという点では、セレスと同じだね。ただ、セレスと違い、前園さんは失敗し、帰り討ちに遭ってしまったけど、せっかく誠くんとさやかちゃんが、将来結婚しようとしてるのに、さやかちゃんが殺されて死んじゃったら、誠くんと結婚できるわけないでしょう。してたか？江ノ島純子イコール絶望の象徴ってイメージがめっちゃ強いから、こうして普通にクラスメイトに混ざってる江ノ島を見ると違和感しかない。アイドル崩れの人を。おかしいなぁ、アニメで死体に慣れてるはずなのに。多分あれだよ、血がピンクなのに慣れてないだけだよ。前園あイヤホン最大音量おすすめ。うっぷー。弾丸論破のあのゆらゆらした感じがなんかなぁ。ここ完全に信じやんか。裏切り者にはそれなりの報いが必要ですよ。そしてヒロインはキリギリさんしか勝たんね。死体見つけた時の効果音が怖いわ。ハガクレは早々にリタイアすると思ったんだけどな。ナエギくんの悲鳴締め。どうしてだよー。シンジくん。血がピンクってところが怖い。弾丸論破ってさ、だいたい血がピンクなんだよね。あれと一緒かな。FNF の漫画家のやつ、語彙力。うわー、カービィがー。くそ。カービィじゃないよ。前園さんだよ。犯人はクワタレオン、あなただ。アホ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 。アポ？俺的には、江ノ島純子か朝比奈かな。前園さん。が、ミサトさん、にしか聞こえん。いつも思うんだけど、なんで血がピンクなんだ？赤だと規制入る、おわ、グロすぎて批判来る。千尋くんが一番っしょ。そっか？俺は石丸くんが一番だけどな。苗木の中の人尾形恵美さん。そうですよ、演技力やばいですよね。前園さん死んだので見るのやめます。もったいない。絶望はここからだよ。これまだ、入り口よ。前園さんをやった人も死んだよ。血がピンク色とか病気ですか？いえ、規制がかかるのと、グロすぎてクレームが来るから、病気じゃないです。ピンクにしないとお仕置きがやばくなる。